こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。本日は小さいカバンにも入るミニ財布ということで、ミニ財布ながら大容量のものを選んで3つご紹介しようかなと思います。お願いします。はい。で、大容量とはっていう基準なんですけれども、だいたいコインが15枚ぐらい入る。で、お札が10枚ぐらい入る。で、カードが、6枚以上入るっていうところを選んでお持ちしております。少しでも参考になりましたら幸いです。はい、ということで一方目はヒズファクトリーの三つ折り財布になります。はい、よくね動画でもご紹介させていただいているのと、やっぱり店頭でもお好きな方多いなっていう印象を受けるお財布ですね。形としてはこの面に大きく開くボックス型のコインポケットがあります。これも平面で小銭が見えるのですごく取り出しもしやすくて、小銭が履けやすいのでたまることがない。結構すっきりこう細かいお釣りとか細かい現金とかでも使っていただきやすい形になりますね。で、このコインポケットの裏面、こちらを開けていただくとこんな感じでカードが入るポケットが出てきます。カードポケットはこちらに1、2、3、4でお札を入れるポケットのところに5段目のポケットがあるので、それぞれに1枚ずつはもちろん入れていただけますし、ここのポケットがちょっとだけ大きいのでここに2枚とか3枚とか入れていただくことも可能ですね。ちょっとカード入れてみます。で、今カードが8枚入った状態です。こちらに2枚、お、見えるかな、こちらに2枚、こっち側に2枚で、ここに1枚ずつと、先ほどのお札ポケットのところ、ここのポケットにもう2枚ほど入れています。これで8枚入れてるんですが、結構余裕で蓋が閉まってくれるのでカード持ちの方でもすごく使いやすい。で、現金も取り出しやすいので、本当にバランスもいいお財布と言えるかなと思います。お色展開もゴーストレザーとプエブロレザー、2タイプの革展開で、それぞれ、展開があるので、かなり色も選んでいただきやすいかなと思います。ということで、1点目はヒズファクトリーの三つ折り財布でございました。2つ目はこちら、ファブリックのミニになりますね。このミニっていうサイズ感、三つ折り財布なんですけれども、はい、先ほどのヒズファクトリーの三つ折り財布と比べると、また一回り小さい形になりますね。重ねてみると、これぐらいのサイズ感です。かなり小さくなります。で、こういう三つ折り財布っていう形状って、どうしてもカードが入るポケットが、こう、縫い代があるタイプがやっぱりどうしても多くて、そこでこう2ミリ3ミリぐらいはちょっとプラスになってしまうっていうことだったんですけれども、このタイプはカードポケットとかの、この縫い代をできるだけ排除する形にしていて、カードがこの帯のところに、スリットのところに入るんですけれども、カードを入れるとわかるんですが、カードサイズ、この横幅がカード、ほぼカードサイズでお作りされてます。こういう形にすることで、縫い代をできるだけ排除して全体的な大きさをちっちゃくしているっていう形のお財布になりますね。カード今何枚入ってますか？今はね、だいたい3枚ぐらい入ってます。これがマックス6枚入りまして、こんな感じですね。今6枚入れてます。こっちから見るとこういう束で入れる形になりますね。で、このポコッとくり抜きがあるので、ここからこう指をギュッと入れてカードを押し出すと、カードも見やすく取り出しやすくなっておりますね。こんな感じでカードを選ぶことができます。よくコインポケットどこって聞かれるんですけど、コインポケットはこっち側のここに、コインポケットがこんな感じになりまして、もともと蓋だった部分を前に起こしてきて、両側で寄せることでここがお皿の役目を担ってくれて、コインをここで出しながら見ることができます。なんで、コインも平面で見れて、かなり視認性が高いコインポケットになりますね。コインは取り出しするとき落ちたりしないんですか？そうですね。この向きでちょっとこう、
なんていうんですかね、これちょっとコインポケット上にしていただけたら落ちないかなと思います。でこの向きで逆にカード落ちないっていう方もおられるんですけど、カードはねここの折れ込みがしっかり曲がってくれてるんで、こうずれることはある程度あるんですけども、カードがバラバラバラって落ちることは基本的にないかなと思います。何でも安心してちょっと傾けて見てもらったらいいかなと思いますね。で紙幣がですね、この横側に入ります。こんな感じで今5000円入れてるんですが、結構ぴったりサイズになります。1万円もしっかり入ってくれるサイズ感になりますね。こんな感じで大きく開いてくれます。お札って三つ折りになりますか？結構もっとくしゃってなりますか？とお札自体は、三つ折りにはなりますね。三つ折りにはなりますが、この内側に小銭カードっていう風にあるの でそれを巻き取るような形でしまうので、ある程度こう癖が柔らかくつくような形になるかなと思います。ということで、2つ目はパブリックのお財布ミニでした。はい、では3点目はこちらリムのお財布ですね。リムのコンマという形になります。でコンマのシリーズはオリジナルっていうタイプと A っていうタイプ、2タイプあります。今回はオリジナルの方をお持ちしております。オリジナルとエレの違いについてはそれぞれ の紹介動画でご紹介しておりますので、よかったら合わせてご覧ください。中開けていただくとこんな感じでお札が2つ折りになる形になります。パッと見でわかるのはカードと小銭がしっかりこう住み分けされているので、厚みがすごく出にくいタイプになりますね。こんな感じです。でこのタイプって何がいいのかっていうと、カードの枚数によって厚みが変化しないところにあります。今カードマックス8枚入れてるんですけど、カード8枚の時の厚さと、よいしょ、カード2枚の時の厚さがほぼ変化しないんですよね。そんなにこう厚みが影響しない、カードの枚数が厚みに影響しない形になるので、結構ねカード持ちの方は割とすっきり持っていただけるんじゃないかなと思います。カード少なかったも落ちないですか？意外と落ちないんです。よいしょ。よく聞かれるんですけど、カードをこのまま行くとちょっと危ういんですが、しっかりと閉じてもらうとマグネットが効いてて、このまま横に傾けるとこの辺でカードが引っかかってくれるので、こっちに落ちてくることっていうのはまずないです。でカード少なくてもカードが落ちにくい形になっております。この形もう一個いいのが、あんまり持ち替えをしなくても、右利きの方は特にあんまり持ち替えをしなくても全部が取り出しやすい形状にあるなと思ってて、こっち左手、こっち右手です。でお札はこのまま右から出せて、カードもこのまま右から出せます。で小銭の部分は左手の親指で開けてもらって、このまま小銭を取ることができるので、結構右利きの方は特にこうお財布をくるくるってすることなく、持ち替えもせず、お会計ができるかなと思いますね。縦で使うお財布なんですね。そうですね、縦で使っていただく形になります。これもかなりスッキリして使い勝手いいかなと思いますね。小銭ポケットが浅いなと思ったんですけど、落ちたりしないんですか？そうですね、この蓋が大きくかぶさってくれる蓋があって、その中にちっちゃなコインポケット用の蓋もあるので、大きな蓋を押さえるとこれが押さえられて、意外とコインもカードも振っても落ちないような形になります。めちゃめちゃ少なそう、入るの少ないかなと思っちゃうんですけど、容量はどれぐらい入るんですか？これも15枚入ります。999円ぴったり入りますね。今はざっくり6枚程度入れてるんですけど、この辺がまだ全然空いてるので、この辺もしっかり入れてもらったら15枚入ります。500円もねぴったり入る幅になってるので、意外とちゃんとコインも入ってくれますね。でコインポケットが浅くて狭いので、逆にその底に沈むことがなくて見やすいんですよ。なんでこう1円とか500円とかちゃんと選んで出せるので、
そういう意味でもすごく履けやすくて、このサイズ感でも大丈夫かなと思います。ということで本日は小さなカバンにも入るけど大容量のお財布ということで3型選んでご紹介いたしました。それぞれの在庫状況とか、それぞれのお色展開、あるいはアイテムの詳細についても概要欄の方にございます URL からチェックしていただけますので、ぜひ合わせてご覧ください。では最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。